はい、ともらいです。今回ですね、こちら引き続き超すごいやつ引いていくんですけど、まあ、今回、第2弾、引いていきましょう。まあまあ前回そして前々回に続きまして、もうね、頭おかしいぐらい、いい引きをしてまして、でまあ私持っていないのか、現在持っていないのがルフィ VS カイドウということでね、まあ第2弾で、まあ、ルフィ VS カイドウがまあピックアップされてますので、まあちょっとここ狙いつつ、まああと心づくでギガフィフスもピックアップされているので、まあ2体持ちできたらなっていうのも、含め、ちょっと第2弾引いていこうかなと。で、まあ定期割合の方を見た感じなんですけど、あの通常の第1弾とかであればルフィ VS カイドウの方が合わせて 0.2% 満たないぐらいなんですけど、第2弾だと、0.5% あるんですよね。うん、まあね、まあまあね、確率が違うので、まあ第2弾ちょっと引きつつね、まあルフィ VS カイドウを狙っていけたらなと。いや、まあ普通に第1弾で引いて、まあ、あわよくばルフィ VS カイドウとかゾロ&サンジとかが出てくれたらね、一番いいんですけど、まあやはりどちらかというと直近のイベント頑張りたいので、まあルフィ VS カイドウをちょっと狙っていけたらなという感じですね。まああと他に関しては特にね、狙っているキャラはいないんですよね。まあルフィ VS カイドウと、ルフィが出たら、まあ未生児があとボニーも持ってないか、ボニーとドフラミンゴ&シュガーぐらいですかね。まあそこだけなので、まあそのキャラのどれかが出ればなっていうので、引いていけたらなと思ってます。まあということで早速引いていきましょう。ガムガムのピストル、ピストル、よしよしよし、行きましょうか。行きます。さあ、一応50連目まで引くつもりです。はい、クソ演出と。はい、お疲れさんです。まあまあでも、あのゾロが出てくれれば正直嬉しいなっていうところでありますので、まあゾロ、新キャラのゾロが出ればなっていう感じで見ていきましょう。まああとは単純に持ってない、新キャラとかが出ればなとは思うんですけど、まあまあ来ないね。何この10連。さあラスト1枚、一応確率アップ中のキャラ確定ですね。はい、お疲れさん。お疲れさん。さあ、ということで20連目やっていきましょう。さあさあ、こっからが本番ですよ。いきましょうか。うん、悪くない。ちょっと見ていきましょうか。いきます、よいしょ。おー、もも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 もいいんじゃないですか。2だけか。1、もう1枚、おい、2、 OK、 いいね、3枚。まあ、単純にやはり、あの、レベル上限突破が上がっていない、ね、すごいやつが出てくれても嬉しいので、さあ、お出まし。うぅいいね。いいね、アトラス出ちゃったよ。いや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 、個人的にはね、あの、最推しのアトラスですからね。このキャラ強いからな、普通にね。海賊船でも使えますし、通常でも使えますし、なかなか優秀なキャラなんでね、ぜひともね、まだ持ってない方は狙っていただきたい。まあなんで第2弾って本当にね、アトラスとかギアフィフス、シャンクス、で、今回の新キャラのギアフィフス VS カイドウがいるので、結構ね、第2弾おすすめなんですよね、個人的に。まあなんで、まあ第2弾とか、まあ第4弾が自分的にはおすすめだと思っているので、まあぜひともね、狙っていただきたい。さあ、まあ単純にギアフィフス欲しいんだよな、もう一体。進化前ギアフィフスが、もう一体ぐらい出てくれたら正直ね、あの、助かるんですよね。海賊祭でも使えますし。さあ、お疲れさん。あー、テゾーラもマックスなんだよな。単純にマックスなんだよな。さあ、10。無理やね。さあ、ラスト1枚。まあ一応超すごいやつ確定ですね。ここで何が来るか。ほい。新キャラ。んー、ズバー。さあ、ということで30連目。いや、早いですね。まあでも、普通にアトラス出たのでかいな。さあ、行きましょうか。行きますよ。あ、いいね。エース移動。行きます。まあ、悪くないんだよな、エースとしては。エース悪くない。よし!よし!最高!ゾロ来てくれた。最高だ。いやいや、ありがとうございます。いや、かっこよすぎるって、その。
なんだよこれ。これこの、いや最高です。もうかっこいいの一言ですね。うん、いやー効果としても、まあ鎮血加算かけれての、あ、初期値上げもできる。まあ持続性スロットのね出現率下がったところでなんで、まあ初期値上げできるのでかい。まあ膝浮上も6ターン剥がせるのなかなか優秀かなと。でまあ今回まあ多分ね、あの貯金のイベントとかでもね結構使うことにはなると思いますので、ありがたいっすね。さあさあさあ、いやーよかった、これで新キャラ一応持ってないのがルフィ VS カイドウのみという感じになりますね。いや出た、ここで出たら最高なんだけどな。さあ6、ウソップ7、いや1枚変わると思ってんだよ、絶対変わると思う。でもね変わる予感が今んとこしないのね。変わるはずなんですけど、変わる予感が、変わる予感もしない。あーそっか、いっか。さあラスト1枚、まあまあここ赤なんでね、頼むよ。ルフィ VS かよ、もう終わってる。 0.5% いけない。 0.5、 いや終わった、やだ、見たくねー、見たくないよ。いやもう別にもういいしな、新キャラ出ちゃったしな、ゾロパサンジも、もう別にいらないしな、見る価値ないな、この10連この10連マジで見る価値ないな。ゾロも出ちゃったからもうゾロ来いという感じにもなりませんし、いやおひどいな。サラス1枚、一応確率アップ中のキャラ確定ですけど、まあ実際ね今回このね、これよ、厳選した超すごいやつ、もうここよ、ここのためにこの50連目まで引いてたっていうのがあるんで、あの他のはもう前座、前座です。ここで当ててこそなんで、行きましょうか。いやマジ頼むよ、頼むよ、いや頼むって。いきます。どういうこと、何これ、どういうこと、え、どういうこと、何このエース、舐めてる、え、舐めてるでしょ、さすがにこれに関してはねえ、で頭おかしくなるわこんなん。ちょっと待って待って待って、で固まる、いや急に来た、ちょっと待って、急に来た、もうほんと何だろう、このたまにこの止まるやつやめていただきたいんですけど。さあ、いや本当に感じね。4、はい、いい順座だった。5、あーゾロ来てくれた、嬉しい嬉しい、ゾロ2体サジ2体ありがたいね。うんうん、いいねいいね、ここら辺のキャラ出てくるのまだこれ、ゾロめっちゃ被るやん、急にゾロ被るやん。8、いいよ、いやゾロ2体は嬉しいな普通に。さあ次赤ね、ここで出しちゃおうぜ、もうルフィ VS カイドウ、なんか分からず来ちゃうみたいな、もうスーパーええでいいって、やばっ、うん、あ、うん、こ、うん、こっからなんよ、厳選してるんで確か15体分の1、いや来るはずよルフィ VS カイドウ、いやここで来なかったら男が去る頼むアトラスって何